さんに作れるの？はい、作れます。クッキーになります。はやです。はやです。かなです。今日は簡単クッキングをしたいと思います。イエーイ。あのね、SNS でね、すごいね、バズってたんだよ。何が？この今から作るものがすっごく簡単で作れるので、今回は3人簡単に作れるの？はい、作れます。なので3人で作ってもらおうと思います。はい。じゃあお風呂持ってるから、ママは何するの？勝つのほぼない。せーの、レストラン。材料を紹介したいと思います。はい。今回材料はなんと2つ。え、卵と牛乳？あー、卵と牛乳でクッキーか。なるほど。じゃあ、あやさんに聞きたいと思います。意外なものを使ってクッキーを作ろうと思っています。何を使うと思いますか？牛乳。牛乳、違う。あれ、豆腐の時に出る。おが、あれ違う。おから？おかず。あ、おから。はやは？あ、僕は思いついたお菓子。あ、お菓子。あ、チョコレートと牛乳。はい、違います。カノさんが正解です。もう元からあるお菓子って言った。はい、元からあるお菓子を作って作りたいと思います。はい。あなたの苦手なお菓子は何ですか？ブロッコリーは嫌いで。ブロッコリーお菓子じゃないな。はい、はい、はい。カカオ60以上。アイキャッカー。チョコレートじゃない。ふわふわの。あ、マシュマロ。はい、今回はマシュマロクッキーになります。何のポイントもあるの？はい、いきますよ。材料はマシュマロと、あ、わかった。アイネシャトのやつ。動物クッキービスケットやね。今回はこの2つを使ってやっていきます。これを鉄板の上に乗せて焼いて、しばらく経ったらこれをブサッと刺してさらに焼きます。あ、以上。簡単でしょ？簡単だけど、マシュマロ。そう、マシュマロって柔らかいやん。あやはやたち苦手って言ってるんだよね。大の苦手です。はい、なんですけどこれが変わるらしいです、食感が。カリカリ。はい、じゃあやっていきますよ。はい、こんな風にシート広げます。はい。じゃあ等間隔になるようにマシュマロ置きます。マシュマロ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 。ねえ、さらさ溶けるからさ、ちょっと本当に等間隔開けないと。あ、うん。ねえ、等間隔並ぶよって。ねえ、足りんな、これ。食べたい？ねえ、食べたい。食べてもダメ。いいよ、食べて。あ、ね、かんちゃん、これ誰か教えたら、あ、分かったら返してあげる。栄養。イーグル。わし。ビジョン。ねえ、ねえ、なんでこれ？それハムじゃねえの？ねえ。あ、正解。だってピジョン、ピジョンとっているじゃん、ポケモンでも。ラビッチ、ラビッチ。ウサギ。カンちゃんが貸してほしいらしいよ。トータス。カメ。はい、10分間焼きます。はい。さてね、マシュマロもできるだけだったら。はい。これを見といてよ。こう。ああ、ここうまそう。はい、これでお願いします。あ、思ったより簡単だ。できた。だから隣同士と詰め合うと大変なことになります。できた。あ、できた。上手上手。あ、待って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 。おい、ちょっと責任取って食べるってそういう意味だよ。はい、はい、じゃあ食べていい？食べて。食べるよりが早く押し付けてください。あ、鉄板触った子いる今。小指が折れちゃった。まあ、思ったら小指折れちゃった。小指振れちゃった。でも思ったら熱くはなかった。今小指が折れたってことだな。ということで、これをもう一回オーブンにかけます。今度は40分。いい？いいよ。うん。そして子供たちは逃げていきました。
出来上がりました。はい。焼いてからしばらくね冷やしてたんですけど、焼いたもの見てもらいましょう。はい。じゃ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 ーん。はい、マシュマロといったらふにゅふにゅ柔らかいというイメージあると思いますが、そのクッキーぜひ手に持ってみてください。ん？あ、取れとった。いいですか？おいしそう。持った感触どうですか？硬い。硬いですか？じゃあ食べてみてください。せーの、いただきます。まあ、せーのつけろな。せーので、いただきます。まずい。おっと、まずいコールが来ました。めちゃくちゃ素直に言うと、クッキーと綿あめを食べた感触になる。クッキーと綿あめを食べた感触。あやさんは？うん。普通のあのふにふに柔らかいマシュマロとマシュマロクッキー、どっちが好きですか？マシュマロ。マシュマロクッキー。え、焼いただけでこんな風に変わるの？不思議な食感だよね。うん。でもまずくはない。ないね。君たちって何だろう、作るのはもっといる？楽しいね。なんかあれじゃない、メレンゲみたいな感じ。あ、分かる分かる。どうぞどうぞ。これクッキー入ってるから余計に美味しいのかもしれないビスケット、ね、うん。でもマシュマロはこれさ、ここのさビスケットの代わりにさチョコレート入れても美味しい。ああ。これ普通のクッキーを作ることを考えたら、卵入れて、小麦粉入れて、バター入れてとか言ってやってるのを、手間がないからね、うん、簡単に作れるおやつだと思います。皆さんも簡単なので、ぜひ作って食べてみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。今日は前の動画でお知らせしたんですけど、今まであやはやチャンネル一回もやってきてなかったことをやりたいと思います。はい。何かというと、あやさん YouTube 始めたの小学1年生頃なんですよね。なので全部6年間過ごしてきたのに一回もね成績について。はい、これ誰？牛。ホース。馬。はい、誰？ウサギ。え、これは誰それ？ママ早くおやつの渡る。おやつ。おやつじゃない。いい。イーグル。イーグル。ママ、はい、僕普通のやつ食べる。